今大注目プラス価格高騰中のミクコイン、大手取引所上場の可能性ファンダと NFT リリースに向けての最新情報を共有していきます。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人クリプト奥太郎こと市宮翔太です。最近話題のミクコイン、新たな特大ファンダとともに NFT リリースについてこの動画をご覧のあなたには共有していきます。こちらミクコインのチャートなのですが、7月15日の上場後1週間で爆上がりを見せ、その後下落しましたがレンジ相場が続いて現在は高騰してきています。こちらホルダー数を見てみてもまだまだ少ない部類ですので、価格の上下はかなりあると思いますが、確実に増やしてきている点、認知されてきている点から見るとまだまだ上がっていく可能性はありますよね。初音ミクに興味がある、一撃100倍以上の銘柄を当ててみたい、こういった方は必見の内容になってますので、こちらの動画は飛ばさずに最後までご覧ください。本日の動画の構成としては、NFT リリースについて、上場を踏まえた今後の展望、奥太郎的考察となっております。それでは早速本編に入って解説していきたいと思いますが、その前に一つ、皆さんにお伝えしたいことがあります。僕の YouTube では、これから利益を狙える可能性の高い IDO 情報、草コイン情報、エアドロ情報などを厳選してご紹介しています。僕が過去に紹介したいくつかの銘柄も、80倍、100倍と軒並み爆上げしていったのですが、こういった感じで僕が紹介した銘柄を実際に購入されて実際に利益を出した人からは今でもあったかいメッセージをいただいています。こちらの小林さんに関しても僕の LINE に登録して情報を受け取ってからたった3ヶ月で100倍銘柄を当てることができ、実際に500万円稼ぐことができたそうです。ただこういった本当に勝てる情報というのは手に入れる速さや新鮮さが本当にシビアです。1日2日早ければ数時間で募集が締め切りになることも多々ありますので、小林さんのように100倍銘柄を自分も当てたい、最新情報をいち早く手に入れたい、そういった方は必ずこの動画の概要欄からチャンネル登録、公式 LINE の登録、この2つだけは忘れずにしておいてください。それでは本編に入って解説をしていきます。まずはじめにミクコイン知らないといった方は以前紹介したこちらの2本の動画も合わせてご覧ください。本題戻って早速ミクコインの NFT リリースについて共有していきます。公式サイトのロードマップ見ていきたいんですが、そもそもサイト自体が以前紹介した際よりもかなりアップデートされていて非常に綺麗になっています。はい、ではこちらがロードマップです。ミク NFT プロジェクトベータとあります。PFP NFT が1万個限定でリリースされるとのことで、そもそも PFP NFT って何という思う方いらっしゃるかと思いますので簡単に説明すると、 Twitter、Instagram、Facebook などの SNS のプロフィール画像に設定できる NFT のことで、かなりの宣伝効果になり得ます。実際に PFP NFT は高値で売買されるケースが存在していて、これが1万個限定でリリースです。今流れてるかと思いますが、デザインはすでにこれだけあるようです。かなり期待感が高まりますよね。さらにはバイナンス、コイン月光、コインマーケットキャップにリストされていて、このようにすでにバイナンスにミクコインのページが作られていたり、大手取引所への上場準備も着々と進んでいて、正式に上場の発表があった際は一気に価格が高騰していきそうですよね。この後の詳細情報も出てき次第 LINE や YouTube で共有させていただきますので、この動画がいいと思ってくれた方はまずは高評価のグッドボタンを押してもらって、この動画の概要欄にある僕の公式 LINE の登録、動画のコメントもいただければ幸いです。こちらの動画を見てミクコイン気になる、期待できそうといった方は公式サイトの URL 送らせていただきますので、この動画の概要欄にある僕の LINE に初音ミクとこの一言だけ送ってきてください。この動画以外にもわからない部分、仮想通貨に関することをお聞きいただければお答えしますが、最近気になるのがざっくりしたご質問ですとスムーズに会話が成り立ちませんので、何に対する質問かを明確にしていただければありがたいです。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日は上場1週間で爆上がりを見せ、現在も価格高騰中のミクコインの最新ファンダについて解説してきました。こんな感じで僕の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方は僕の YouTube のチャンネル登録と通知のベルマーク、公式 LINE のご登録をぜひしていただければ嬉しいです。冒頭でもお伝えしていますが、僕が仮想通貨投資により無事資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、いい案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっと僕の動画を見てくださっている方も仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度でいいから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、
いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もちょくちょくいただいたりするんですね。ただそんな時に僕に聞いてもらえたらすぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたい、そう思われている方は必ずチャンネル登録、通知のベルマーク、公式 LINE の登録、この3つは必ずしていただければと思います。僕もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたら嬉しいです。それでは本日も僕の動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。